皆さんこんにちは。舞台ペットで林役をやらせていただくことになりました萩野です。そうです、意気込みということでいただいた林役、原作を読ませていただきましたし、その原作の世界観がとても興味深く面白くて、人間関係が、すごく描かれている作品なので、昨今の 2.5 次元の、作品とは少し一線を画すという感じも、しております。人間というか、悩みとか強さとか、弱さとかそういうものを、共演者と演出家さんと、みんなで掘り下げながら、原作のファンの方や、楽しみに来てくださるお客様のために、最善のものをみんなで作っていきたいなと思っております。まず作品の印象なんですけれども、そうですね、僕が好きな映画でクリストファー・ノーラン監督のインセプションというのがあるんですけれども、それもやはりこのペットと、少し似てるところというのが、現実世界ではなくて精神世界にダイブしていくというか、記憶を操作するという非常に、サスペンスフルというかそういうところもありまして、その上で、そういう能力を持った人間たちの孤独とかっていうのが非常に感じられたので、そういうところを何かこう、取っかかりにして、世界観なり役を広げていきたいなと思っております。いただいた林役というのはですね、まずその物語のきっかけ、主人公たちの能力を見つけてしまうというか見つけるというところから始まるんですけれども、そのことによっての彼の葛藤とかも、見え隠れしてくるので、そういった部分を大切に演じていかないといけないのかなと思ったり、しております。非常にやりがいのある役ですし、難しい役なんじゃないかなと思っておりますので、今までの自分の役者の経験を生かして最大限励んでいこうかなと思っております。この舞台ペットを楽しみにしてくださってる皆様に本当に素晴らしい、今日ちょうどビジュアル撮影をさせていただいたんですけれども、非常にスタッフさんたちのこだわりとか、クリエイティブなものを作っていることに感動しました。また共演者の、上田圭介君はじめ素晴らしい役者さんが揃ってるという話も聞いてますし、演出家の伊勢さんがこの原作の、三宅さんの作品を見に来てくださるお客様のために、非常に素敵な作品になると思っておりますので、ぜひ期待して劇場に足を運んでくださればなと思っております。楽しみにしていてください。舞台ペットは12月5日から9日まで草月ホールにて上演いたします。すでにチケットの方は受付を開始しておりますので、ぜひ皆様劇場まで足を運んでください。お待ちしております。